マーキュリーアトラス6号はアメリカ合衆国がマーキュリー計画で打ち上げた有人宇宙船。コールサインはフレンドシップ7。1962年2月20日にケープカナベラル空軍基地より打ち上げられた。乗員はジョングレン。米国発の有人地球周回飛行に成功し、当時宇宙開発において先進していたソ連のレベルに追いついたミッションとなった。なお、 米国発の有人弾道飛行に成功したのは、マーキュリー・レッドストーン3号である。宇宙船内のジョングレン・フレンドシップ7は、最低7周以上の地球周回飛行を行う予定であったが、2周目にトラブルが発生した。予備の酸素タンクが12%減少していることが判明。さらに宇宙船着水時の衝撃緩衝用エアバッグシステムのセンサーである、セグメント51が、 異常値を示し、それは宇宙船の耐熱シールドが脱落しかかっていることを意味したため、3週目の飛行後に大気圏に再突入することが決定された。グレンは当初何が起こっているかは分かっていなかったが、管制センターがエアバッグの展開スイッチがオフであるかどうか何度も尋ねたため、次第に何か問題が起こっているのではないかと疑い始めた。再突入時に管制センターは、 エアバッグのスイッチを自動にしてライトが点灯するかどうかを確認するように指示した。ここに至ってグレンは耐熱シールドが脱落しかかっていることにようやく気づいた。しかもライトは点灯せず装置を作動させたのに何の音もしなかった。通常、逆水進ドケット噴射後に逆水進ドケット装置を切り離してから待機検査へ突入を行うのだが、 装置を固定している金具が耐熱シールドの脱落を防いでくれることを期待して切り離さずに大気圏再突入を行うことになった。ジョン・グレンは後に大気圏再突入時の熱がピークに達した頃に逆水深ロケット装置が外れたと感じたが火の玉になった破片が次々と窓の外を横切るのを見て耐熱シールドが粉々になっているのではないかと不安になったと語っている。 彼が見た破片は逆水深ロケットが再突入時の熱で破壊されたものであった。後の調査で耐熱シールドには異常はなく、セグメント51のセンサー故障が原因であることが判明した。フレンドシップ7は大西洋に無事着水し、回収船が機体を船上に引き上げた。グレンは上部ハッチを開けて外に出ることになっていたが、宇宙船内があまりに暑かったため、 火薬で瞬時に吹き飛ぶようになっている横の緊急脱出用ハッチで手っ取り早く外に出ることにした。周囲の人間に離れるように指示して点火スイッチを押した。グレンは破片で拳をけがしたが笑顔で船外へ出てきた。第一声は船内はとても暑かったであった。国立航空宇宙博物館に展示されているフレンドシップ7フレンドシップ7は ワシントン DC の国立航空宇宙博物館の中央展示ホールに展示されている。ありがとうございます。